ビギナーランニングマガジンへようこそ感想を教員牧野です3月にですねランニングスタイルのムック本超回復欄これが発売されまして今回はこのランニングシューズの Q&A だとかトレーニングの区分けを紹介しておりますんでぜひアマゾンなどあと書店などでお買い求めくださいそれではスタートしましょう今回のテーマは「それってサングラス?」サングラス選び初級編ということでねサングラス 本当は外でロケをしたいところですけどこういった自粛ムードで済んで室内でですね映像を見ながらやっていきたいと思うんですけどまあ皆さんサングラスランニング中かけてると思いますけどそれって本当にサングラスなんでしょうかこれをちょっと紐解いていきたいと思いますまずサングラスをかける意味としては一つは紫外線ですねで2つ目は可視光線いわゆる光ですで明るく見えるのは可視光線でまあ 紫色ちょっと見えづらいというのが実は紫外線ということで夜寝ててる時にも紫外線というのを浴びていくんですねで最後にもう一つはランナー、まあ、自転車やる人なんかもそうですけど飛来物ですねゴミであったり虫であったりこういうのを、まあ、スキーのゴーグルのように守ってくれるのがアイウェアサングラスの意味とされています。 まず飛来物の除去はまあガードですから分かりますし可視光線光に関しても眩しいですからつけるのは当然ですけど問題は紫外線ですね紫外線自体が指導に分かりにくいのが大きく分けると UVAUVB というものがあります我々が夏にですね日焼けしたなんていうのを感じるのは実は UVB というタイプで一年中まあ24時間を通してですね かなり浴びていいるのは UVA というやつですですから冬場ででもずっと浴びているわけですねで。この量が非常に多いということがポイントになるのと深部まで通ってしまうですから日焼けでも赤くなるのは UVB ででシミとかそばかすになるのは UVA になってしまうんですねそして多くのランナーにですね走っていてシミそばかすができるみたいなことが往々にして起きる要因としては。 肌ではなくて目に強い紫外線が当たると目の細胞が、まあ、ダメージを受けてそこで脳からですねメラニン色素これを作れというふうに指令を出されることによって結果的に肌に当たってなくてもシミができるそばかすができるという要因になっているそうです。 さらに UVAUVB これも分さいところなんですけど B は赤くなるっていう話をしましまた。ですので角膜のところで吸収してくれるのでまだいいんですけど UVA これがややこしくてですね中の角膜を通して水晶体まで吸収するってことで目を中を痛めてしまうという怖さがあるのでやはりサングラスっていうのは必要になってきます。ででは本題のサングラスですけれども、 なんでそれってサングラスって話をしたのはですね、実はそこにはサングラス特有のレンズの問題があるんですね。まあ我々つけているスポーツ用サングラスって湾曲してるのわかりますかこれが湾曲してなければ、特に問題は少ないんですね。要はレンズが光を通した時に光の屈折、曲がるかという問題があると平面であれば、 平面から受けるだけなので、それほど問題はありません。だからメガネを最初につけた人なんかはその歪みを感じるっていうのはまさに光の屈曲が差してるんですけれども、問題は湾曲しているタイプですね。ここが問題になってきます。これは消費者庁の定めでも決まっているんですけれども、屈曲率これが大事になってきます。目に入った時に要は 歪んで見えないさらに平行にしっかりと普通に見えるかというのがサングラスの定めなのでこういった基準が通っているものでしかサングラスというのは表記できないそうです、えー、光が目に入る割合の可視光線透過率これも定まっているそうですねそして紫外線においてはですね、1%以下のものとするということで、えー、99%でいいんでしょうけど実は表記に関しては0コンマ1桁 ということで 99. 点いくついくつがないとサングラスとしては日本としては認められないそうです。ですから大手の、ね、スワンズさんとかは99.9%まあほぼ100%で表記しているのもこういった表現の違いになってきます。したがってこれ何が言えるかっていうとう、まあ 基準に定められてないなものこれは海外製とかは難しいんですけれどもえ国内で販売されているものでえファッションサングラスって書いてあるものはこういう基準に満たしていないということになりますのでですから表記の札を見てもらえばまあそれではっきり分かるわけですねこれはもう消費者庁の定めて決まっていますんでですからファッション用なのかちゃんとサングラスなのかっていうのが判断基準になっていきますサングラスとは ファッション用グラスの何が違うかっていうと先ほど言った光の屈曲率ですね。紫外線の屈曲率が結果的には UVA が目の内部に入ってきたりもしますし目の疲れを呼び起こす歪みが起きるさまざまな要因がありますんで短時間であればいいですけど長時間かけるランナーにとってはあまりおすすめできないということになってきます。ですんですのそれも一つの 買う判断基準になっていただければなと思いますただ先ほど言った通り日本の基準なので海外から輸入されたものこれに関してはですね僕はどちらかというと眼鏡屋さんでサングラスを扱っているところで相談されるのがベストだと思いますんでね安,に安価なものを買って、えー、急場しのぎってことはリスクがあるということも頭に入れて特に、えー、ロングランやる人、えー、そういうのは、えー、頭に入れていただければと思います。 そして僕もおすすめなのは意外にも実はクリアレンズもですね光を通すのがまあ45%とか半分ぐらいしかまあほとんど目に入ってきちゃいますけれども夜間とか撮れランに向いていますしもちろん紫外線は99.9%カットですからこういったね夜間でも使ったっというのもおすすめになってきます。今回のテーマは サングラスこれを知ろうということでした次回もお楽しみください感想教員牧野でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします